ハイキンンググコーース去年の夏にに兄と相模湖へツーリングに行った時の話です行きと違う道で帰ろうという話になってしばらく山道を走っているとちょっとした林の中に入りました夏らしくセミがメット越しでもわかるくらいに大きく鳴いています 先行する兄がバイクを端に止めたので、習って止めると、左側の雑木林の中に、鉄パイプで作られたゲートがあり、錆び切った看板に、ハイキングコースと書かれていました。ゲートからは、中途半端に舗装された道が山頂に向かって伸びていますが、長い間放置されてたのか、雑草に覆われていました。 うっそうと生い茂る木々で日差しが遮られ昼なお暗い場所にあまりにマッチしててチープなホラー漫画みたいだったのでしばらく指さして笑ったりデジカメを撮ったりしました散々笑った後にまだ日も高いのでそこを登ることになり二人でゲートをくぐると「兄にデジカメ持っていかないのか?」と言われ 確かに上でも面白いものが取れるだろうと思い無意識にメットインにしまってたデジカメを取り出すとするっとデジカメが手を滑り地面に激突メディアカードがいかれたのか取れない状態になってしまいました自分で言うのも何ですが私は慎重なタイプの人間なのでこのようなミスはめったにしないんですが壊れてしまったものはしょうがないと諦め登山道を登り始めました 道は急勾配で膝を手で押しながら登るほどでした。雑草や雲の巣をかき分けながら10分ほど登ると頂上に着きました。頂上には鎖りはて原型をとどめていない木製のベンチとテーブル。真っ赤なペンキで塗りつぶされた標識がありました。 ドッキュンさんでもいらっしゃったのかなと兄に言おうと思ったその時です。先ほど登ってきた道の左側、登山道よりさらに角度の厳しい位置から、と、子供というか赤ん坊の声が聞こえました。幻聴かと思い確認を取ると兄も聞いていました。どうしたものかと固まっていると、再び、 聞こえましたもう言葉は言いません二人して一目散に登山道を駆け下りましたと言ってもとても急なので体を横に向けながらカニ歩きになったりしながらでしたけど帰り道も半ばに差し掛かった時地面に白い液体が大量に巻かれているのを見ました何だろうと思い兄を呼び止めようと思ったんですが兄も怖かったんでしょう すでにはるか遠くに先行していました取り残されるのが怖くて急いでその場を後にしバイクのところまでたどり着きました白い液体について兄に「登ってた時あった?」と聞くと「なかった」と言いました膝を手で押しながら登るような道だと地面が目の前にあるので二人して見落とすことは考え難いですよね とにかく不気味だったんで、さっさと帰路に着いたんですが、悲しいかな方向音痴。帰る方向に向かってたはずなのに、また先ほどの参道に入ってしまいました。九段の朽ちたゲートの前を通り過ぎるとき、フルスロットだったのはご愛嬌です。